現在クラピアこんな感じでございます。結構伸びてきたんじゃないかなと。ちょっとね、日差しが、影がこう入っちゃって、明度と暗度の感じがうまく調節できないんですが、まあ、上から見たら、まあ、こんな感じかな。最初の時にどういう風に撮ったか覚えてないんであれなんですけど、結構あれだったんですか、こう伸びたんじゃないですか。ただね、ただ雑草が、目に見えるほどに雑草が生えてます。なんで今日はこの雑草をね、ちょっと抜いていこうかなと思います。夕方に差し掛かったのに、ヤブカが結構出てきたんですけど、確認していきます。はい、ってな具合でクラピアの草抜きでした。草抜きでした。だいぶ綺麗になったんじゃないかな。雑草はなくなったね。結構ね、先の方まで根が伸びてるんで、今後がちょっと楽しみですね。こういう場合とかでも結構ね、この辺まで伸びてる。まあ、さっき掘りながら伸ばしたってところがあるけど、でもこれが全部葉っぱつけば結構な面積多いんじゃないでしょうか。今後に期待。だいぶ覆ってるよね。こうしてみるとね。だいぶ覆い始めてきた。じゃあまた。後日、また動画を上げることにしましょう。数週間後か。もしかしたら数ヶ月後かもしれないけど。その時にはもっとしっかり覆ってるかもしれないし、枯れてるかもしれません。ほなまた。